みずほ銀行で7日も一部の ATM イコール現金自動預け払い機などでトラブルがあったことについて、加藤官房長官は信頼を大きく損なうもので誠に遺憾だと述べ、原因究明と再発防止に取り組むよう求めました。ATM イコール現金自動預け払い機が利用できなくなるトラブルが相次いでいるみずほ銀行で7日、一部の ATM やインターネットバンキングで一時、定期預金の預け入れができなくなるトラブルがありました。加藤官房長官は、午前の記者会見で、システム障害が繰り返し発生することは、預金を預けたり、必要な時に預金を下ろせたりする役割を担っている金融機関の信頼を大きく損なうもので、誠に遺憾だ、と述べました。その上で、丁寧な顧客対応を行うことは当然だが、原因究明と再発防止にしっかり対応が図られることが極めて重要だ。金融庁においても、みずほ銀行の対応などについてフォローアップを行い、必要な対応が行われると考えている、と述べました。